あれ、まあメタルではないですけど、うん、まあレーサー X の時はメタル系ですけど、ポール・ギルバートはどうなんですか、うん、ポール・ギルバートは1回だけお会いしたことあるけど、うん、それに、うん、そんなにピリピリした感じはなかったですよ。うん、そう、優しい感じ。優しい。うん。その学生時代にね、学校、僕が通ってる MI Japan っていう学校に来てくれたことがあって、ホールでセッションさせてもらったんですよ。まあ何人か選んでもらってセッションするって感じで、やらせてもらったんだけど、なんかね、すげえテンパってたんだろうね、やっぱり。当時、18、9の時だもんね。で、セッションやるって言われて、で、弾いたやつが、A マイ、まあ、例えばキーが A で A マイナーペンで弾いてるつもりが、B マイナーペンで弾いてる。2フレットずれて弾いてる。それに全然気づかなくて。うん。弾いてる時に、なんかおかしい、いつもなんか違うって。なんか同じ響きしないなと思って弾いてたんだよ。でも、後から考える。あれ俺、7フレット弾いてるんだって。まあ、でも、2フレットずれてマイナーペンタを弾くと、ちょっとドリアンっぽい響きになったりするんですよ。だから、別に、なんだろう、まるっきり音が外れて音痴な演奏をしたわけではないんだよ。一応フォローしとくと。まあ、当時の録音物とかないから何とも言えんけど、本人が、なんか変だなと思って。いや、音は外れてないけど、いつものなんかこう、着地感とか、かっちりした感じ、行きたい雰囲気のこのフレーズができないと思ったら、リフレットずれたっていう。失敗だ。そういうのも経験してます、やっぱり。失敗は成功のもちじゃないですけど、いっぱい失敗しましたよ。失敗ダメって人も多いけど。その件に関しては、中前さんの、機嫌を保つためにスルーしようと思ってたんですけど、意外と本人が語り出した。あらららら。はい、ダメだったかな。お前、大丈夫だよ。もう何年前も。18、9のことはもう、今疲れても痛くも早くないわ。いや、でも18、19のが緊張だからもう、そんなもんよ、やっぱり。じゃあキーこれでって言われて、はい、アドリブ弾いてって、その目の前にポール・ギルバートがいるわけじゃないですか。うん、都会のね、誰かわかんないおっちゃんだったらまださあれだけど、うん、もうレーサー X も聴いてるし、ミスタービッグも聴いたので、せっかくよかったよって言われて、絶対よくねだって俺B マイナーペンで弾いてたもんな。そう、そんなんでしたよ。そんなこともあります。ちょっと前話したことあるかもしれないですけど、ブルースセッション行った時に話しましたでしたっけ。ブルースを、まあ二十歳過ぎてからですけど、ブルースを覚えて、ずっとロックやったんで、でブルースを覚えて、である程度ね、勉強したというものができるようになって、よし、じゃあ、近くにセッションバーらしきものがあるらしいと。で、この曜日のこの時間からブルースセッションやってるってことが分かったから、うん、ギター担いでもう息を言おうと。よし、行ったんだよ。行ったわけですよ。で、したら、じゃあセッション入ってって呼ばれて、出されたのが、ストーミーマンデーって曲だったんですよ。うん、12調子のブルースってよくやるじゃないですか。はいはい。例えばキーが A7 だったら ADE、まあ、1、4、5、3、5ですね。だから僕はあれがブルースのセッションだと思ったんですよ。まあ、あれだけやるもんだと思って、はい、それの仕込みをしてたんです。しこたま仕込みをして挑んだんですよ。じゃあストーミーマンデーやるよって言われて、ストーミーマンデー知らんと思ったけど、まあどうせ1、4、5だろうと思って、ポンってステージ立ったら全然コードシーンが分かんない。どこストーミーマンデーは3コードのシーンやって全然違うコード出てくるんですよ。かっこいいんですけどね。もう冷や汗。もうかっこよく弾いて帰ってくようと思ってたからさ。激気にしたって話がありました。という失敗談もあります。ありましたよ、失敗談いっぱい。失敗談まとめ動画もできそうだもん。意外といいかもしれませんね。
見たり。なんか失敗談まとめ動画を上げて、うん、講師の先生もこういっぱい失敗してるので、うん、初心者の人は臆することないですよみたいな感じで、そういうことを僕を踏み台にしていけるかっこいいようなかっこよくないな。そうね、まあ、でも本当そうですよ。